おはようございます。シーラーズ着きました。スナップ捕まえました。お家に到着しました。朝ごはん美味しそう。すごいたくさん準備していただいて、夜行バスで腰が爆発したそうなので睡眠。やっと終わった。起きました。おはよう。寝起きの一食も。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。お出かけします。お昼ご飯行くぞ。シーラーズ大学の建物、こちらが入り口。めっちゃ広い。運転手したらに着きました。わー、着きました。景色はこんな感じ。シーラーズ一望。次は下ります。ご飯が来ました。あーすごい。こんな感じのすごく素敵な洞窟レストランでした。美味しかったです。次行きます。お花売りの人もいました。こちらは若者通り、1時まで開いてます。ショッピングモール着きました。5時まではこの通りもお休み。道路脇に咲いてるのはオレンジの木です。オレンジは好きにとって食べていいそうです。最高。今はちょっと眠くなってご機嫌斜めらしい。公園に来ました。軍の博物館に来ました。シーラーズはオレンジが有名でこんな感じでなってます。撮っていいそうです。これ撮ってみるよ。It's nice, nice. Yes, yes, yes. It's okay? Yes, yes. いい匂いです。こちらの中に入ります。王様が亡くなった時の霊柩車。ジープみたいな車。イラクとの戦争で唯一彼が神風特攻隊をやったので伝説になっているみたいです。王様が入っていたお風呂。水風呂と巨大な大きいお風呂。シャアの別邸。2500年前の兵士の姿。弓矢だったり刀の。インドとか中央アジアもこんな感じでした。この辺はあれだろうね、手榴弾とか。
呼ぶやつ。おお。杖と見せかけてライフル。手作りの銃。ここの建物はシャアの昔の別邸です。今は博物館になってますが、ところどころ装飾が残ってます。どの銃で俺を撃とうか考えてます。腕がライトを持ってる。もう銃しかありません。銃しかありませんでした。2階もありました。王様の見ていた景色。また違う雰囲気。15世紀水牛の皮で作られた椅子。大広間。王様が来たことを確認するタイプ。部屋の先の窓の先まで見えました。外観まで素敵でした。外はすっかり暗くなりました。ショッピングモール入ります。カフェに来ました。ケーキ。アメリカの半分こぼしたのかな。多分そろそろ帰ります。ショッピングモール。街中の至る所に募金箱。ベッドショップ。枕を選ぶ妻。帰ります。帰宅。みんなで日本の動画見てます。ケーキほとんど食べちゃいました。よかった。プリズンブレイク。2024年上旬の予定が見えてきた。我が家の計画担当。夜中の爆食タイム。ピザ1、ピザ2、バーガー。イランのデカピタ、多分。お腹いっぱいで寝れない人。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。